ウィリアム・ギルソン・ファーローウィリアム・ギルソン・ファーローはアメリカ合衆国の植物学者であるアメリカ合衆国における総類の分類学のパイオニアであるボストンに生まれたハーバード大学で学び1866年に AB1870 年に MD の学位を得たヨーロッパで学んだ後1874年にハーバード大学の植物学の准教授 1879年から、インカ植物の教授となった。インカ植物の分類学を専門として、アメリカ合衆国の初期の女性植物学者、キャロライン・ビンガムやスウェーデンの藻類学者、ヤコブ・ゲオルグ・アガードと共同研究し、それまで、あまり研究されていなかったソ類の分類学研究を進め、アメリカのインカ植物学の父と呼ばれることもある。 1899年にアメリカ博物学者協会の会長になり、1904年に全米科学アカデミーの会長、1905年に米国科学振興協会の会長、1911年にアメリカ植物学会の会長を務めた。ナマズモ目の魚の俗名、ファロウェラはファーローにちなんで命名された。ファールは植物の学名で命名者を示す場合に、 ウィリアム・ギルソン・ファーローを示すのに使われる。ありがとうございます。